緒にいたホッケーの仲間だったり、一番そのお世話になった担任の先生だったり、そういうお世話になった人との別れだったり、まあ、そういうのは本当に悲しいことですけど、その時にはバックスも入団決まってて、まあ、違う自分をまた見せれたらって思う喜びと、まあ、卒業するみんなとの別れの悲しみが2つありました。日光明豊高校の卒業式は式の最後に先生に一つサプライズをするっていうのが、伝統か分かんないですけどずっとやってて、僕らは花束用意して最後クラッカーして、先生ありがとうございましたっていう言葉を自分がかけて、みんなでありがとうございましたって言って花束をあげるっていうのをやって、そしたら一人女の子が泣きすぎて、そっちの先生大丈夫かみたいになっちゃって、そういう珍事件もありました。卒業皆さんおめでとうございます。友達もたくさん作って、まあ、最初に新しい生活を送るとなると、やっぱ緊張とか怖さとかあったりすると思うんですけど、やっぱり学校も楽しいところですし、一緒に友達がいて一緒に出かけたり一緒に授業を受けたりして、まあ、そういう経験を少しずつできると思うので、自分を曲げないで、自分の個性をしっかり生かして、遊びすぎずにしっかり学校に通って、友達たくさん作っていい先生に巡り会えたら、これからの人生も明るくなると思うので、自分も皆さんのお手本になるように、これからアイスホッケー生活、プロ生活をしっかり送っていきたいと思いますので、ぜひ皆さんも慌てずにゆっくりといい人生を、そしていい生活を送ってください。最後にファンの皆様に笑って終われるようにっていうファン感謝祭だと思うんですけど、まあ、そこが今回新型コロナウイルスの方で亡くなってしまったっていうのは、皆様に来シーズン笑顔でまたリンクに来てもらうためのことなので、自分たちも悲しいことですし、また皆さんの前で笑顔で皆さんに会えるように頑張りますので、応援よろしくお願いします。